農業とかっていうと結構こう汗水垂らして、こうなんか時間も気にせずとか、なんかこう機械も使わずみたいな感じなんですけど、皆さんこんにちは。ゆうすけのエンチャンネルゆうすけです。いつもゆうすけのエンチャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。今回はプロキオン星人の特徴その1ということで、復刻ですがお届けしていきたいと思います。で、まあ、この動画なんですけど、まあ、この動画はですね、復刻ということで、実はですね、ウェブサイトですね、もう URL 書いてあると思うんですけど、そちらにて私が各スターシート、スターピープルの特徴をまとめておりました。で、その内容を読みながら皆さんに動画でお届けしたいなという内容になっております。ただし、まあ読むだけだとね、あれですし、私のですね、まあこの動画初めての方はいると思うので伝えとくと、まあ読みながらですね、アクセス、その意識にアクセスをして、受け取りながら伝えてくるので、新たな情報が入ってきたりとか、少し補足情報が入ってくるという内容になります。まあだからね、受け取ってたりとか、まあ漏れた知識とかを伝えてるって感じなので、補足があるよと思っていただければすごくいいかなと思います。で、早速なんですけど、プロキオン星人の特徴、読んでいきたいと思います。まず、プロキオンのですね、スターピープル、スターシートは、ジェミニ星座のプロキオンから来ています。プロキオン星人が感じやすい使命としては、大多数の他のスターピープル、スターシードが訴えるようなスピリチュアル精神的なものではなく、どちらかというと肉体的な行動、働きによって達成されるものとなります。プロキオン星人はボランティア精神が豊富で、地球でも珍しいほど人のためにを常に考える人種です。それはプロキオンがとても珍しいスターピープル、スターシードだからなのですということです。まあね、これに関してなんですけど、プロキオンは結構肉体派っていうと語弊があるんですけど、結構体を動かして地球を感じたりする人が多いんじゃないかなと思います。だからそのグループで、その自給自足をやるとか、ちょっとしたコミュニティをこう体を動かして肉体で会いながら一緒に作っていくっていう方が多いんじゃないかなと思います。だから自分みたいにこうスピリチュアル的なものをこう YouTube をは使ってとか、何かしら使った配信ではなくて、実際的に体を動かして地球を感じていこうよっていうことを結構ね、大事にされてるかなと思います。で、次なんですけど、プロキオン星人の特徴、基本編お届けします。基本はですね、ボランティア精神が豊富です。で、問題解決が好きな方である。で、分析力も持ち合わせている。で、独自の労働倫理を持ち合わせているということなんですけど、結構問題解決、まあ分析が好きだから問題解決も好きっていうことですね。で、独自の労働倫理っていうのは、なんか結構今となっては当たり前だった、こう、なんていうんだ、ホワイトな職場環境を常にもう、いつの時代も求めてたっていうのがすごくわかりやすいかなと思います。で、次、気質、プロキオン星人の気質なんですけど、まず、粘り強い性格を持っています。いいね、羨ましいですね。で、頑固な一面もあります。私も頑固な部分はあるんですけどね。で、簡単に心が変わることがない。だから仕事でこれって決めて、私これやってくって決めたら、もうめっちゃ一途。まあだからそこも羨ましいですよね。自分とかは結構 よかったら良い方に切り替えていこうとか取り入れようとかするんですけど、結構すごくこうまっすぐな感じがあります。で、次が孤独を感じやすい。いや、孤立しやすいっていうことですよね。まあ、それがあるがゆえにというか、こう、なんて言うんだろうな。急に
孤独感を感じる時もあるみたいです。で、次。なんかそのためか人に理解されにくい部分があるみたいです。ただですよ。恋人とかそういう恋愛関係になったら素晴らしい恋人になること間違いなしです。なぜかと言いますと、すごく一途だし、こう心変わりもないしっていう部分も恋愛にも生かされてきます。あとはですね、性的欲求が高い傾向にもあるみたいです。で、最後、お金に関してなんですけど、お金に関しては非常にオープンな感覚を持っています。とのことです。うん、まあまあわかりますよね。で、次、プロキオン星人の特徴の行動編。で、行動なんですけど、何か作業とか何か行動しているときに、ストップさせられることだったり、休憩をさせられるとイラッとします。だから、自分のタイミングで休みたいんだよっていうプロキオン星人が多いかなと思います。で、次、複雑で抽象的なアイデアを視覚化することは苦ではないんですね。これね、だからそう、抽象的なこととかアイデアが浮かびやすい人は、プロキオンっていう自覚がある人と組むととってもいいと思います。だからな、自分もプロキオンの人と何か組んだり何かしたいんで、オファーお待ちしてます。結構アイデアは浮かびやすい人です。で、次、同じプロキオン星人と分かると、惹かれる速さが順調じゃない。これ惹かれるっていうのが離れるじゃなくて、くっつく方の惹かれるです。ぜひぜひ、プロキオン星人同士でいろいろね、集まったりしたらいいんじゃないかなと思います。で、次。もう一回来ました。お金に関して話すのを躊躇しない。だから何かというと、雇い主であったりとか、雇われとかだったりとかも、結構お金のことの交渉ごとができやすいですっていう感じになります。で、次、身体的部分の特徴なんですけど、身体的部分は結構痩せ型の体型が多いです。意識痩せてないので、プロキオン星人の特徴少ないなと思ったりしてます。あとは運動による健康を大事にしてます。だから、結構、こう、なんて言うんだろうな、他のスターピープル、スターシード、まあ自分も含めなんですけど、結構体をないがしろにしちゃうことが多いんですよ。こう心と精神、なんか心とスピリチュアリティを大事にしちゃう。メンタルとスピリチュアリティ大事で、体後からついてくんじゃねえみたいな感じなんですけど、何度も言います。自分はこのチャンネルでも結構言ってるんですけど、バランスが大事です。じゃあ自分もそれを意識し始めてから、体も大事、心も大事。スピリチュアルも大事、メンタルも大事。なんか3つ大事。精神性、心、ね、メンタルと、スピリチュアリティ、メンタリティ、ボディですね。その3つ大事だっていうのはね、本当このプロキオンはすごく無理通から理解してると思います。だからこそなんですけど、健康的な食事にすごく目が行きやすいです。まあだから、ね、昨今注目されているような食事に関しては疑問を唱えたりとか、自分なりの独自な、見方があるようです。で、最後なんですけど、プロキオン星人に関する感情面ですね。感情面に関してちょっとしたお話です。内容がですね、まずですね、農業とか、その農業関連にとても興味を持ちます。まあこれさっき言ったんですけど、まあ、体を動かすのも苦じゃない。ただ、食事に関しては健康的なものとかすごく気になるので、その無農薬だったりとか、農薬とかに関しても結構気にしたりするので、農業関連にとても興味を持ちます。だから、自給自足生活とか、そういうコミュニティとかを作ったりしちゃう。しがちってあれですけど、することは多いかなと思います。ただ、その反面なんですけど、反面で言うと不思議なんですが、農業とかって言うと結構こう汗水垂らして、こうなんか時間も気にせずとか、なんかこう機械も使わずみたいな感じなんですけど、実はテクノロジーの分野にもすごくワクワクするんですね。だから、その農業もこうテクノロジーとこう組んでやるとか、好きだったりします。ただ健康を害する食べ物とかを作らないようにっていう意識がすごく強い。で、次は企業で働くよりフリーランスを選ぶことがワクワクするそうです。これなんでかっていうと、
体の大事さっていうのも分かってるから、その企業で働くと決められた時間とか自分のルールで働けないから、すごくフリーランスで自分なりにこうコスパとかタイパとか重視ですごく動くっていうのがあったりします。で、次、晴れた日には異常にテンションが上がります。もうね、天気大好きとか太陽が大好きなので、日当たりが好きだったり暖かい気候が大好きで、太陽をエネルギーとして感じます。だから太陽の光の方がエネルギーとして受け取れる感じ、月の光よりかね、プロキオンの特徴かなと思います。だからなんですけど、結構その日本でいう暖かい地域、沖縄県とかに移住しちゃったりしがちなので、結構この関東とかその都会系ではなかなか会えなかったりしちゃうので、レアな部分もあったりするかなと思います。ということで、今回復刻なんですけど、プロキオン星人の特徴についてお話をさせていただきました。まあ皆さん、よかったらプロキオンとか言われたことがあるよーって方とか、よかったらコメントとかいただければすごく嬉しいです。ということで、今回プロキオン星人についてお届けしました。この動画、いいねボタンと、あとはチャンネル登録、あとは拡散もよろしくお願いいたします。ということで、お相手はゆうすけのチャンネル、ゆうすけでした。またね。いつもゆうすけのエンチャンネル、最後まで見ていただいてありがとうございます。気に入っていただいた方はチャンネル登録、あとはおすすめ動画もあります。よかったら見てください。またね、ありがとうございます。